区会長土、我が水俣病は、水俣病患者を題材とする、1969年に出版された、石村道子の作品。水俣湾に排出された、工業排水に含まれた、汚染物質で生じた奇病の苦しみと患者の尊厳を表現している。いくつかの雑誌連載を経て、1969年1月、講談社から刊行された。後に発表された、 天の魚、神々の村と合わせて三部作を構成する。1970年に木村久し文の監督で映像化された。著者の石村道子は、故郷を襲った参加を知ったことから、水俣病患者からの聞き書きを開始したという。出版された区会浄土の全七章は、第一章から順番に書かれたのではなく、第三章の雪女聞き書にあたる部分から誕生し、 そこを書くとして書かれた。原型となる作品は1960年からサークル村で発表された。1960年に1月にサークル村で発表された初期の短編作品は奇病と題されたものの、水俣湾魚民のルポルタージュとも銘打たれており、1965年から1966年12月から1966年12月に熊本風土記で、 海と空の間にの題で断続連載された。その後、起病は、第5話、海と空の間に、坂上雪の聞き書よりと解題され、区会浄土、我が水俣病に収録された際に再度、雪女聞き書と解題された。区会浄土は、水俣三部作の第一部という位置づけであり、1974年に書かれた第三部、天の魚、2004年に出された第二部、 神々の村と続き、続編も予定されていた。ここに誠に天地に恥ずべき一枚の古典的契約書がある。新日本窒素水俣工場と水俣病患者五十会とが昭和34年12月末に取り交わした見舞金契約書である。オツは将来、水俣病が河の工場排水に起因することが分かっても新たな保障要求は、 一切行わないものとするこれは、日本国昭和30年代の人権思想が背中に張って歩いている値段でもあるのである。新潟見のまた病も含めて、これら産業公害が、返境の損落を頂点として発生したことは、我が資本主義近代産業が、体質的に仮想階級部別と共同体破壊を進化させてきたことを指し示す。その集約的表現である、 水俣病の症状を我々は直視しなければならない。人々の命が成仏すべくもない値段をつけられていることを考えねばならない。石村美智子、新装版区会場度は我が水俣病を講談者文庫、322から324ページ。しばしば私小説と評されており、石村自身は1972年にこの作品を 瑠璃のごきものと表現した。1970年には、第1回、大や総一ノンフィクション賞に選定されたものの、石群は辞退した。受賞を辞退した理由として、石群は、今なお苦しんでいる患者がいるのに、自分一人が受賞すべきではないと述べた。批評家の若松英介は、著者がその作品の真の作者ではないから、受賞に抵抗があったのではないかと推測した。 武田徹は患者からの聞き書きではなく、石群が患者を代弁して書いた作品であるため、ノンフィクションとは言い難いと考える。池澤夏樹はこの小説を現代世界の十大小説の一つとし、池澤夏樹イコール個人編集世界文学全集にも収録した。1970年に区会浄土は木村久しぶの監督で映像化され、 放送された第25回芸術祭大賞を受賞。ありがとうございます。